回のミリチャンネルのゲストは、あ、俺俺。今回私はバイバイするね。俺俺。まあいいや、さて今回は JU187 の解説だな。ユンカース JU187 は、第二次世界大戦中のドイツ空軍が運用していた著名な急降下爆撃機、ユンカース JU87、スツーカの後継機として計画された航空機だったのだ。おい、聞いてるのか？ああ、はいはい。やる気ねえなー。JU-87 は、その独特な形状と急降下爆撃能力で高い戦術効果を発揮したが、戦争の進行に伴い戦術要求が変化し、より高速で機動性に優れた爆撃機が求められた。そりゃ、戦前から使ってれば当然ですよね。優秀すぎると長く使われすぎるんだ。あれみたいに。これを受けて、ユンカース社は JU-187 の開発を進めることとなったのだ。JU-187 の設計は、JU-87 の強力な急降下爆撃能力を維持しつつ、速度と機動性の向上を目指して行われ、新しいエンジンの採用や空気抵抗の低減を図るための空気力学的な改良が施された結果、JU-187 は JU-87 よりも高速で、機動性に優れることが期待されたのだ。また、JU-187 は防御力の向上にも重点が置かれ、胴体後部に搭載された機関銃は、より広範囲な射界を持つよう改良され、操縦席周辺には防弾ガラスが増設された。これらの改善により、JU-187 は敵戦闘機からの防御力が向上し、生存率が向上することが期待され、開発は順調に進んでいたが、戦況の悪化と資源の不足により、プロジェクトは最終的にキャンセルされることとなり量産されず、戦場での活躍の機会はなかったのだ。それは残念ですね。それでは、次に JU-187 さんの特徴についてお話しいただけますか？搭載されたエンジンはユンカースユモ211型の発展型、ユモ213型液冷エンジン、ユンカース、元オレンブエルケ社によって開発された高性能な航空エンジンだ。このエンジンは、加圧冷却システムの搭載をはじめ、ユモ211からの多くの改良により、高回転、高出力を誇り、下級機は遠心式スーパーチャージャー2段3速、微小出力 1750PS、MW50 使用時 2050PS となっている。つまり、高高度でも十分な出力を維持することが可能で、従来機に比べて高速で機動性に優れることが期待されたわけですね。うむ、そして全金属製の機体は、従来の木製や古布製の部品を使用した構造に比べて、より強度が高く軽量であることが特徴で、これにより、JU-187 は機動性と耐久性が向上し、戦闘での生存率が高まることが期待されたのだ。また、全金属製の機体は整備性にも優れており、戦場での運用効率が向上すると考えられていた。そして飛脚は当然引き込み脚が採用された。これは JU-187 の速度性能を向上させる要因となり、従来の JU-87 では、固定式の降着装置が空気抵抗を増大させており、速度の向上に制約があったが、引き込み脚を採用することで、空気抵抗を大幅に削減し、速度性能が向上した。いかにも、正常進化といった感じですね。だな。そして JU-187 の開発において、与圧コクピットの採用が検討されていたことが特筆される。これは、高高度での運用を可能にし、戦闘機の進化と技術革新に対応するための重要な要素となった。与圧コクピットは、外部の気圧が低い高高度でも、内部の気圧を一定に保つことができる機構で、これにより、高高度での飛行が可能となり、パイロットの快適性と安全性が向上。また、高高度での飛行は、敵の地上防空網を回避しやすくなるため、戦術的な利点も生じた。JU-87 では、高高度での運用が困難であり、敵戦闘機や対空砲火に対して脆弱であったが、与圧コクピットの採用により、JU-187 はこの問題を克服し、より高い生存率を実現することが期待されたのだ。確かに、カッカも30回くらい落とされてましたからね。まあな、ちなみに後部銃座もかなり改善されてるんだぜ。
遠隔操作式になってるんですね。その通り、遠隔操作される後部武装が搭載され、機体防御力の向上と乗員の安全性が追求されたのだ。遠隔操作される後部武装は、操縦席から電動モーターを用いて動作し、これにより、搭乗員が直接銃座に座ることなく、後方からの敵戦闘機に対処できるようになった。また、照準システムや操縦装置の技術革新により、精密な射撃が可能となり、敵機に対する防御力が向上した。そして最も特徴的なのがこれだ。飛行中は後部機銃の射撃の邪魔になる垂直尾翼を180度回転させて胴体の下に移動させるという大胆な構想だ。いやー、こうして見ると結構スーパーな普通科だったんですね。スーパース通貨の縄立てじゃないのさ。結局のところユンカース JU187 は様々な要因により計画が中止されたのだ。その革新的な設計と高い潜在能力にもかかわらず、技術的な問題や戦況の変化、資源の制約などにより、試作機の段階で開発が打ち切られることとなる。JU187 の開発は、1930年代後半に始まり、この頃ドイツ空軍は急降下爆撃機の新しい世代を求めており、JU87 スツーカの後継機として期待されていた。しかし、開発が進む中で様々な技術的問題が明らかになり、特に革新的な垂直尾翼の設計に関連する問題が解決できないまま計画は遅れていったのだ。さらに、戦況の変化も JU187 計画に影響を与え、第二次世界大戦が進行する中で、ドイツは連合国との戦いにおいて劣勢に立たされるようになり、戦術的な優先順位が変わっていった。急降下爆撃機の重要性が低下し、より高速で高高度で運用できる戦闘爆撃機やジェット戦闘機の開発が優先されるようになり、開発リソース型のプロジェクトに移されていったのだ。また、資源の制約も JU187 計画に大きな打撃を与え、戦争が続く中でドイツの資源と労働力は限られ、航空機開発プロジェクトの選別が必要とされ、JU187 は、その高い開発コストと複雑な設計がネックとなり、より簡素で信頼性の高い航空機の開発が優先されることとなる。このような理由から、ユンカース JU187 計画は最終的に中止されてしまったのだ。今回のゲストは、俺。ああ、はいはい。とっとと帰ってくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったら高評価ボタン、チャンネル登録もしていただけると嬉しいです。